総務省の工作があったとする玉木代表の発言について、村井全国知事会長が強い憤りを感じている、我々が国のコントロール下に置かれることは全くないと発言するなど反発が相次ぎました。ご不快な思いを抱かせたとしたら、それはお詫びを申し上げたいと思いますが、ただ名古屋市長選の関係で選挙では SNS 上で根拠の乏しい情報が飛び交い、選挙戦に影響を与えた可能性があるとも指摘されています。私はですね、基本的には規制すべきではないと思います。情報を入手するルートが多様化したということであって、SNS を見てそれで判断して短絡的に投票しているとは実は私は思いません。で、ただ一方でいわゆる木田さん、はい、お久しぶりです。時事通信の木田です、はい、よろしくお願いします。冒頭でご発言のありました103万円の壁の見直しに関してお伺いします。はい、昨日の全国知事会議で税収減を懸念する地方の首長の発言の裏に総務省の工作があったとする玉木代表の発言について、村井全国知事会長が強い憤りを感じている、我々が国のコントロール下に置かれることは全くないと発言するなど反発が相次ぎました。こうした反発への受け止めと、玉木代表としてこのご発言を撤回なり修正なりされるお考えというのはないんでしょうか。はい、ちょっと工作というですね、言葉が、知事会の皆さん、特に村井会長にご不快な思いを抱かせたとしたら、それはお詫びを申し上げたいと思いますが、ただ、総務省がですね、知事会は特にそうですけど、各首長さんに一定のご説明をするということは、通常行われていることだと思いますし、もちろん税収がこれだけ減りますよと。いう話は当然言ってるんだと思います。で、ただこれ財務省も言ってますけれども、国はですね、プライマリーバランスが赤字ですけれども、地方はプライマリーバランスは、この間常に黒字になってますし、地方税収も先ほど申し上げたように、非常にですね、この間伸びてますし、過去10年間の上振れは8兆円を超えてます。で、そういった実態、また先ほど申し上げたような、臨済債を含めたですね、そういったある種、その借り入れに耐えるような財政状況も急速に改善しているということは、これは国だけじゃなくてですね、地方にも税収が当然ですけれども、非常に入ってきているということであります。で、地方財政について語るのは非常に難しいのはですね、自治体によっては、非常にいいところと悪いところが混在しているので、なかなかですね、そのマクロの議論がしにくいんですけれども、これは財務省の資料をまさに見ていただくと分かるんですけれども、やはり地方財政は非常に改善してきているのも事実で、その一方で、税収がたくさん入ってくるのはいいことなんですけど、それ払ってる側からすると、より取られてるということにもなるので、そのバランスを取りながら、もちろん行政サービスをどうしっかり維持するのかというところもあるんですけれども、トータルとしての議論をしっかりやっていくことが必要ではないかなと。で、加えて少なくとも公布団体に関してはですね、一定の、実質的に、一般財源の水準は一定に保つというルールがありますので、それに基づいて、交付税措置が行われることになっていますので、単に税収が減ったら、じゃあ地方に入ってくるその収入全体が自動的に減るというものでもないので、交付税措置も含めてお考えをいただきたいなと。ただ地方の皆さんのご懸念も分かりますから、そういったものを踏まえた上で、我々も地方財政に迷惑をかけるつもりはありませんので、どういう解決策ができるのか、これからしっかり、政調会長や税調会長の協議を後押しもし見守りたいと思っています。もう一点、冒頭発言に関連してお伺いします。名古屋市長選の関係で選挙では SNS 上で根拠の乏しい情報が飛び交い、選挙戦に影響を与えた可能性があるとも指摘されています。 SNS をめぐる規制のあり方についてどうお考えなのかお伺いします。私はですね、基本的には規制すべきではないと思います。で、よく若い人が SNS を見てその投票したということを言いますけれども、若い人はいろんなことをよく見てますから、デマがあることも含めて、SNS の情報をよく見てると思います。他にテレビも新聞もいろいろありますし、情報を入手するルートが多様化したということであって、SNS を見て、それで判断して短絡的に投票しているとは、実は私は思いません。で、
ただ一方でいわゆるフェイクニュースであるとか、あの根拠の乏しいあの情報が、まあ、流布しやすいという性質を持っているのも事実でありますので、そういったファクトチェック機関をどのように日本で構築していくのか、あの国によっては公的セクターがファクトチェックを行うという国もありますけれども、ただそれはやはり表現の自由とかに対して、公的なあの、まあ、要は権力が介入していくことに対しての慎重さも求められるので、民間の中でそういったファクトチェック機能をどう、充実させていくのか、まあ、例えば今ツイッター X ではですね、コミュニティノートがつくようになってますけど、まああいうふうなことも含めてですね、虚偽情報を早期の段階で抑えていく、あるいはプラットフォーマーに対しての一定の責任ということもこれから求めていくことが必要ではないかなと思います。特にプライバシーを著しく侵害するような虚偽の情報が出回ったときにですね、あのノーティス・アンド・テイクダウンという制度があって、その事実かどうかを判断する前にですね、晒し続けると人権侵害が進むので、一旦それを落とすということが海外ではですね、運用として行われるところもありますので、そういうルール作りをどうしていくのかはですね、これからまだしっかりと考えていくことが必要だと思いますし、まあ、総務省でも議論がありますが、例えば憲法21条のその表現の自由とか、そういったことにも関係しますので、憲法審査会などでもですね、あの議論をしていければと思っております。NHK の岩田です、はい、あの政治改革に関連してお伺いします、はい、あの今日ですね、あの初めて与野党協議が行われることになります、はい、あの政治と金の問題を受けて、あの、まあ、今日から動き出したことに対する受け止めと、あの与野党7党が参加して、まあ、公開の形で行われるということになったことに対して、あの国民民主党としてどのように臨んでいきたいかとお考えでしょうか、はいはい、まず2つあります。あの我々求めてきた石破総理と党首会談で求めた与野党協議の場が設置されたことは非常に良かったと思います。でまたできるだけオープンにということを申し上げていたので、あのオープンで行われることについても評価をしたいと思います。で大切なことはですね、あのこの臨時国会でやはり一定の成果を上げる、まあ、そういった合意がぜひあの得られることを求めます。もちろんあのやりたいことやるべきこといっぱいあるんですが、風呂敷を広げすぎると、この臨時国会で、具体的なその果実を早期に得ることができないので、この臨時国会で何をするのか、来年の通常国会で何をするのか、まあ、そういったこともしっかり切り分けながらですね、やはりその我々としては急ぐ、あのやっぱり選挙の大きな争点にもなった、いわゆるその政策活動費については廃止の方向で合意を得るということ、あとずっと課題の旧文通費についての公開と残金の国庫返納ですね。であとはやっぱり第三者機関ですね、これをしっかり設置するということ、結局政治家だけでいくら議論してもですね、やっぱり自分たちを縛るルールは作れないということが、まあ、この間の反省でもあるので、この第三者機関の設置は改正政治資金規正法の付則にも盛り込まれていることですから、これをまず早期にやると、少なくともあれはこの3つはですね、この臨時国会で成案を得るというか法改正が実現できるようにですね、この与野党協議の場にも積極的に関わっていきたいと思っています。産経新聞の原です、はい、よろしくお願いします。代表、あの先週19日夜の YouTube 番組でご自身の進退について、まあ、党倫理委員会の結論も踏まえた上で最終的に収支と進退を自ら判断するということで決めていきたいとおっしゃいました。ただ代表をめぐる報道以降も国民民主の支持率は上昇傾向が続いていて、先日の毎日新聞の調査では先月比で4倍に増えています。新葉幹事長は別の番組でいたずらに撤退すればいいというものではないという話をされましたが、直近の支持率や世論の期待感を踏まえて代表が今どのようにお考えか教えてください。はい、まあ、あの国民民主党あるいは国民主党政策に対して、ご期待をいただいていることについては本当にありがたいというふうに思っています。だからこそあの結果を出していかなければいけないということで、あの冒頭ご質問がありました103万の壁についてもですね、あのしっかりと我々の主張をしながら、あの国民の期待に応える決着を図っていきたいというふうに思います。で私自身のことについては、あの今おっしゃっていただいた通りで、倫理委員会しっかり向き合って、また出た結果についてはですね、誠実に向き合っていきたいと思っております。
朝日新聞の松井です、はい、先ほど の政治改革の与野党協議のことでご質問なんですが、はい、立憲民主党など一部の党は企業団体献金も含めて、はい、包括的な内容で合意をすべきだということを主張しています。そうするとどうしてもやっぱり時間がかかってしまうわけですけれども、その一部今合意できる部分だけ今回の臨時国会で合意をしてしまうと、その先やるモメンタムがそがれてしまうのではないかということも、まあ、一部言っている方もおられます。そうした意見についてはどのように、はい、そういった懸念も当然の懸念だと思いますので、企業団体献金ももしその与野党協議の場で合意できるのであればですね、あるいはまあすぐにできなくても将来やるってことが書き込めるのであれば書き込んだらいいと思いますし、全党に関わることですから、ぜひそういった合意ができることを我々も期待したいし、できるだけの協力はしていきたいと思っています。ただ一方で今時点でもう各党確実に合意が取れるというものを先んじて臨時国会でやることも必要だ、まあ、この辺ね、誰がどのように温度を取っていかれるのかということなんですけども、そのやっぱりそのこだわりすぎて結局何もできないっていうのが、まあ、一方でまた問題だと思いますので、その何をまあこの臨時国会でせっかく開く臨時国会ですからね、年内に実現するのか年度内に実現するのか来年の通常国会でやっていくのかということはある程度整理をしてですね、それで全党一致して改革に取り組もうということになることが重要だと思います。ですからこれまあ普通与党と野党で分かれていろんなことが議論されますけど、中には例えば与党であっても公明党さんはどちらかというと我々野党が言っていることに近いことをおっしゃってるところもあるので、それがまあ与野党協議の良さだと思うので、本当にいいものについては速やかに結論を得て臨時国会で法改正につなげていくことが重要だと思っています。ありがとうございます。あと最後に言って第三者機関について伺いたいんですが、はい、自民党案では政治資金で例えば外交に関わる部分など、機密情報の取り扱い等々配慮が必要なものについて第三者機関の監督を受けるということにしていますけれども、第三者機関というものの位置づけについて、例えば国会に設置するのか行政機関として設置するのか各党意見が分かれていますけれども、改めて国民民主党としてはどうすべきか、はい、またその自民党案についてその、はい、どう思うか教えてください。はい、私どもはですね、もともと古川本部長も申し上げた通り、東日本大震災が起こった後の国会事故調のイメージをしていたので、まあ、国会に設置をすると、行政権限が立法府の人間のあれだこれだをですね、何か左右するってことは、三権分立の観点からも若干疑義が残るので、やるとしたらまあ国会の機関としてやってはどうかということを提案しています。ただ行政組織としてですね、やっていくって案を、まあ、公明党さんなんかも出されてるし、自民党もそれに近いと思うので、ここはまあこれからの協議かなと。大事なことは独立性がちゃんと担保されて、公平公正なまあ調査権限があるかないか、あるいはその県議権といってこういう制度改正した方がいいですよということをですね、提案できるような権限がちゃんとあるかどうか、まあ、こういったことを我々としては中身をしっかり議論していきたいと思っています。